ーパーマリオギャラクシー遊んでいきましょう。トミさんこんにちは、コーダです。ということで今回からスーパーマリオ 3D コレクションに収録されているスーパーマリオギャラクシーで遊んでいきたいと思います。いやめっちゃ楽しみだったよ。はい、R を押してください。はい、 R。 おー、なるほど、これでちゃんとポインターもつくんだ。 OK、 じゃあ1、はい、ファイルを選んで、あなたのゲームファイルを作成しますか、お願いします。セーブ中です。電源ボタンに触らないでください。触ってないです。好きなアイコンを選んでください。マリオ、ヨッシー、ピキノピオ、ピーチ、シュシュメ、キノピオ。マリオでいきましょう。はい、マリオでいきます。さあ行くぜ行くぜ。セーブ中。おー、マリオになった。はい、これでこのデータで遊ぶでいいかな。はい、遊んでいきましょう。さあ今回、いやーほんとね、久々なのよ。その年のキノコ王国の空には天を覆うほどの大きなほうき星がありました。ほうほうほう、100年に一度訪れるそのほうき星からたくさんの星屑が大地に降り注ぎ、星屑はキノピオたちによってお城に集められ、それはそれは大きなパワースターになりました。大きいね。うん、キノコ王国の人たちにとってとても幸せなことのはずでした。ほう、それは星の恵みをお祝いする100年に一度の星屑祭りの夜。うん、お、ピーチさん、マリオへ、星屑祭りの夜にお城で待ってます。渡したいものがあるの。ピーチより、フランピーチ。いやもうこの手紙がフラグでしかないんだよな。はい、ということでお城で待ってると、おお、マリオさんウキウキ状態じゃないですか。うわ、懐かしいなこの画面。はいはい、いや最初これで Wii で出た、マリオなんですけども、うん、うわー、はい、星屑祭り、星屑祭り始まってますよ。はい。なんですか、話す話す。うん、早くマリオさんも一緒にスターピースを集めましょう。スターピース、あ、これね、これそうポインターで集めることができるんだよね。うわ、すげえ降ってくるじゃん。うん、なんかこんな甘いやつなかったっけ。スターピース集まってますか。はい、集めて集めて。このスターピース集めるとどうなるかと言いますと、なんか撃つことができるんじゃなかったっけ。えいえいみたいな。あ、そう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 、今あの ZR ボタンを押したんですけど、押すことでこうやってね、はい、ポインターのところにスターピースを打つことができるんですよ。これによって、そう、マリオが進めやすくなったりだとか、なんか仕掛けを動かしたりだとか、敵をちょっとひるませたりだとかできるはず。ちょっと待って、クッパさん、おー、さあクッパ戦が来てしまいましたけれども、おー、なんかクッパ戦以外でもめちゃくちゃみんな集まっており、待って待って、キノピオたちが、え、大丈夫か大丈夫か。さあさあさあ、マリオさん逃げて逃げて。さあどんどん撃ってくる、どんどん撃ってくる。そうだね、クッパさんの仕業だよね。おお、旗がなびいてますけれども、いや当時これね本当に映像が綺麗だなと思ったわ。うん、え、今見ても本当に綺麗だよね。さあ、おっと、ピーチさん、ピーチさんがそれを抱えてるの何、クッションでしょうか。まあ違うんだろうけども、はい、さあ、あー、クッパさんいた、クッパさんいた。待って、ピーチ城に突っ込む、いやそんなことない、ピーチさんとお話しするのかな。はい、ピーチ姫、我が輩の作る新しい立ち会ってもらうぞ。ごめん言えなかったわ。あーぐっ、星屑の恵みに感謝を。わー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 、すごい力だな。クッパさんいつそんな技を覚えたの。ん、なんすか、 UFO？ え、さあ、どうなる。さあこれは助けないといけない。さあマリオさん向かって早く、クッパが来たぞ。うん、分かってる分かってる。さあクッパだ、分かってる分かってる。どうすればいい。とりあえず白子の奥です。オッケーオッケー、行こう、どんどん行こう、どんどん行こう。さあ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 、ヘルプ。さあ、いつものヘルプが出てますけども、オッケーオッケーオッケー、どんどん向かって、どんどん向かって。さあちょっとここら辺もキノピオさんがなんか消し、なんか取り込まれてますけど、
さあどうするどうする、これ助けられないのかな、助けられないか、そうか、まあ行くしかないか、うん。さあここまで来ましたよ。さあ UFO がピーチ城をどうなるんです、ビーム、なになに、おお、そこを地面切り取って、そしてそのまま浮かせてしまおうみたいな、そういうことキノピオ大慌て、ちょマリオさん大丈夫か、橋崩れてますけど、おお、あそのまま上げちゃうのね、いや結構大胆だなおお、そこまでしてピーチさんをさらいたいか、うわわわわわわ、持っていく持っていく、いやそ、ちょっと待って、絶対そんなんで持ち上がらないような気もするけども、いやクッパ戦が相当力持ちなんだな、うん、うわ持ち上がった、さあこのまま、おお宇宙まで来た、大丈夫、酸素ある、息できるまあそんなこと気にしちゃいけないんだろうけど、おお、マリオ言ってますけど、声、お、マリオさんもいたのか、あ、ちゃんと乗ってた、うわ、カメックさん来た、お前地べたで乗った、うち回ってろ、おお、うわ、な、ナイス、ナイスの、避けて、マリオさん避けて、しっかり避けて、あー、ダメだった、どこまで吹っ飛ばされちゃう、うん、うん、うわ、カメックさんめっちゃ笑ってる、なんか来たぞ、なんか来たぞ、今のはなんだ、お、この声は、はいはいはいマリオ起きてって、おお、スタッフィーじゃないよねチコさんだね、さあ今回はチコさんと一緒に旅をしていくのかな、お、ウサギになった、目が覚めた、じゃあ遊ぼうよ、オッケー、こっちはよビールジャンプ、うん、さあこんな感じでどんどん、こっちはよビールジャンプ、まずはこのうさぎさんを追いかけていきましょう、うん、さあジャンプジャンプ、お、ついたついた、はい、鬼ごっこしようよ、みんなを捕まえられたらここがどこか教えてあげる、オッケー、さあみんな捕まえようぜ、おお消えた、さあどこに行ってしまわれたか、とぐるぐる回ってぐるぐる回って、そうこれね、地球みたいにこれね球になってるから、どこ行ってもね落ちたりすることがないんですよね、こことか、え、ここ落ちるのかな、こう行くと、あ、そうか、落ちることはできるのか、落ちちゃうけども、別に死にはしないと、うん、さあぐるぐる回って、さあ捕まれるかな、オッケー、捕まえた、チェ、捕まっちゃった、オッケー、これで一匹ですね、うん、土管に隠れりゃよかったな、話す、土管に隠れりゃよかったな、同じことしか言わなかった、さあ土管、ここちょっと入ってみる、さあここ入ると、はい、裏側出た、お、出ましたね、出ましたね、さあもう一回追いかけて追いかけて、はい捕まえた、チェ、捕まっちゃった、お、うん、ああ草の茂みに隠れるんだった、草の茂み、さあ草の茂みどこにあるかな、てか家もあるんだね、うん、誰が住んでるんでしょうか、草の茂み、草草草はどこにあるかなと、左行ってみる、そうぐるぐる回ってぐるぐる回って、まあ、これが草っぽいっちゃ草か、いやでも違いそうだな、どこだどこだ、おーわわ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 わ、反対側まで来た、そうだよね、落ちたら反対側に行けるんだよね、うんうんうん、そう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 、面白いのよこれ、ただここの穴は落ちるとダメなんだね了解了解、草の茂みどこだろう、草、草が見つからないんだけど、ここら辺いないな、あ草の茂み、あ草があった、草あった、ここだ、いたかいたか、いた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 、逃げた逃げた、さあ追いかけて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 、左左、さあ下だ右だ上だ左だ下
待って、結構逃げ足早いぞ。この子逃げ足早い。さあ捕まえた。よーし。あー残念。捕まえたよ。イエーイ。すごい、みんな捕まえたね。なんかこれ岩が話してるみたいになってるわ。あなたならママの力になれるはず。ママの力。さあママとは一体誰なんでしょうか。うん、なんか新しい建物ができたね。さあそこに行ってみましょうか。話す、うん、突然連れてきたりしてごめんなさい。ここは大地と宇宙をかける星。私たちはヘブンズドアと呼んでいます。ヘブンズドア、かっこいい名前だね、うん、上に私たちのママがいます。ママのお願いを聞いてあげて。お、ママに会えるわけですね。さあママは一体どこかな。お、いた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 。さあこの方は。そうです、皆さんお待ちかね、ロゼッタさんですね。そう、ロゼッタはこのマリオギャラクシーから登場したキャラクターなんですね。このヘブンズドアからずっとあなたを見ていました。うん、結構大きいんだよね。私の名はロゼッタ。星を見る者、大切な人を取り戻すには星々を渡る力が必要です。うん、お、チコさんだ。あなたにチコをお貸ししましょう。イエーイ。さあこのチコの力でいろいろと飛んだり、うん、することができるようになると。スピンが使えるようになった。リモコンを振ってくるくる、 Y でもくるくる、 OK、 リモコン、ジョイコンだね。あなたと同じく私たちにも災いが降りかかりました。そのチコとともにどうか私たちの仲間グランドスターをお救いください。はい、グランドスター、今回集めるものだね。星クイズの恵みがあらんこと。さあロゼッタさん消えてしまわれた。どこに行ったんでしょうか。あらあら、いやちょっと本当マリオギャラクシーの BGM がねマジで素敵なんだよね。こういう壊せそうなものにはジョイコンを振ってスピンです。スピンを敵に当てれば気絶させたりもできますよ。振れないときは Y でも大丈夫ということで、振ると、はい、こんな風にマリオがくるっと回転するとで Y でも大丈夫ということなんで、なるほど、これで壊せるそうなものは壊すことができると。じゃあもう一回振ってみましょうか。はい、さあスターリングに近づいてジョイコン振ってください。振れないときは Y でも OK。 じゃあ Y、 レッツゴー。そうすると新しい惑星に来れると。 OK。 さあこっからはこの穴に落ちないようにしないといけないね、うん、落ちたらブラックホールに吸い込まれそう。おー、クリボーさんがいた。どうもこんにちは。さあこのマリオギャラクシーでも、うん、クリボーさんは健在と。いいですね、一番最初に出てきてくれる敵、それがクリボーさんですね。はい、お待ちしてました。スターリング用意しましたけど、隕石に当たって粉々に。これじゃ星から飛び出せません。かけらはどこだ。足元に気をつけながら探してください。オッケー、かけらを探しましょう。今1個取りましたね。こんな感じでかけらがいろんなところにあるんで気をつけながら取っていきましょう。さあクリボさんも、はい、回転で倒すこともできると。うん、さあここに1アップがあるね。1アップ取れるかな。オッケー、取りました。マリオの残り人数が1人増えた。お、4機から5機になりましたね。さあ残り1つなんだけれども、さあどんどん隕石が降ってきてるぞ。ちょっと危ない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 。オッケー、ではもう1つこっちですね。ピース、はい、かけら見つけました。これで5つ揃ったよ。さあ5つ揃えると、はい、スターリングが出てきました。ではここに入りまして、レッツゴー、いけいけ。さあ次ここはどこだ。もう一回ジャンプ、そう、これ空中でねくるっとするとマリオのジャンプ時間、うん、滞空時間が伸びるから、これをね駆使していくといいかもしれないね。さあクリボーどんどん倒しまして、さあコインもゲット。さあここに、あ、なんかチコが捕まってる。ここから出して、敵の誰かが鍵を持っているはずです。振るか、Y でスピン。敵が気絶したら体当たりです。了解。さあ敵どこにいるかな。さあクリボーさんかな。えい、よし、鍵持ってないね。あ、このクリボーさんかな。えい、さあくるくる回った、くるくる回った。今のうちにジャンプジャンプ、えい、倒した。お、鍵持ってましたね。よし、これでチコを助けられると。 OK。 さあ助けましたよ。ありがとう。
上の要塞の仲間も助けてくれますか？スターリングに変身します。僕に乗って進んで変身かわいいなチコ、めっちゃかわいいやん。さあこれで、では次の要塞に行きましょう。さあこんな感じでもうね、いろんな星をどんどん渡っていくっていうのがこのギャラクシーなんですよね。ほんと面白い。さあ次こっちで、クリボー、なんて、待って待って、なんかでっかいクリボーがいるぞ。あれは普通に倒せるのかどうなんだ。とりあえず近づいてみる。えい、おお、くるっと回転。あ、普通に倒せましたやっぱりクリボーはクリボーなんですね。お、そこに土管があってチコも助けられましたね。さあここの辺のスターピースをゲットしておきまして、さあ、あたあた出て、はい、クリボーを、さあここにもクリボー、おっとよーし、いいでしょう。さあこっち行くよ、こっち行くよ。さあ反対側に来た。さあ土管に入りましょうか。急いで、この中にも仲間が。オッケー、入りましょう、ゴー。さあそうすると、お、要塞の中に入れたね。うん、お待ちしてました。お待ちしてましたの。おお、あれはグランドスター、僕たちの仲間です。仲間なんだ。はいはいはい、あれを取ればいいのね。あのマシンでグランドスターの力を吸い取って何か作ろうとしています。うん、このままではグランドスターが死んでしまいます。どうかマシンを止めてください。オッケー、グランドスターを助けて。了解。さあマシンを止めるためにはどうすればいいんだ。お、なんか黄色いスイッチから青に変わりましたね。これを全部踏んでいけばいいのかもしれない。さあ踏んでいこう、踏んでいこう。んーと、こっち側にもある、ここにもあるね。はい、踏んで、さあもう一個こっちにもある。オッケー。さあで、こっちにいっぱいあるね。さあ周りどんどん踏んでいこうか。さあ踏んで踏んで踏んで、ん、床にあるパネルのスイッチをオフにしてマシンを止めてください。ああ、ちゃんとヒントくれてたんですね。まあでももう分かってますよ。オッケー、これで全部止めたんじゃない。全部オフにしたよ。そうするとオッケー、出てきました、グランドスター。取っちゃいましょう。オッケー、やったぜ。さあこれがマリオギャラクシー一番最初のグランドスターゲット、やったぜ。さあこんな感じでどんどんグランドスターを集めていくんですけど、お、なんか来ましたね。ここはどこなんでしょうか。はい、グランドスター持ってきましたよーと。さあこのグランドスターが、お、なんか真ん中の、なんだろう、これは角みたいなとこかな。うん、まあ、入りましたね。おー、はい、光が ついて見えるようになりましたよと。さあそしてなんか回り始めた。一つ目のなんか星が明るくなりましたね。お、なんか扉開いた。うん。マリオさん呆然。ヘブンズドアギャラクシー、トラワレシグランドスターのスターを手に入れた。やったぜ。ベストスコア更新。コイン27枚。スターピースを持ち帰った。新しいギャラクシーを発見しました。ということで、なんかいろいろどんどん進んでますけど。はい。テラステラス、ニューニューニュー。はい、言ってますね。さあ今回のマリオさん、うん、リアルになってますね。おお、天文台のトーチに火が戻りましたな。まだ六等星のように小さな光ですが、これでチコたちも怯えずに済みそうですな。あなたがグランドスターを救ってくれたおかげです。彼ら星の民は私の大切な家族なのです。おお、ロゼットさん、ようこそほうき星の天文台へ。ここは私と星の民の家。うん、私たちはこの星船ほうき星の天文台に乗り、星の海を旅しています。旅の途中、この星の前を通り過ぎようとした時、とても強い謎の引力に惹かれ、この星船の力が星屑とともに流れ落ちてしまったのです。力、そう、パワースターです。力を失った星船は深い眠りについたように動かなくなってしまいました。あなたの大切な人を連れ去った者たちは、流れ落ちたそのパワースターを拾い、宇宙を渡る力を手に入れてしまったようです。それは大変だ。クッパさんが今回も怖そうすごい鋭い目をしている。あなたたちにお願いがあります。この天文台は宇宙に散らばるギャラクシーをスターの力で映し出すことができます。
今ここに戻ったスターの力は微力ですが、近くのギャラクシーなら映し出すことができます。ギャラクシーを観測する場所はドームという丸い部屋です。しかし今戻ったスターの力で動くのは我々が星見のテラスと呼んでいるドームだけ。まずは星見のテラスへ行き、そこから見えるギャラクシーのパワースターをお救いください。さすればこのほうき星の天文台も星船としての機能を回復し、パワースターを奪った敵の行方を追うことができるでしょうな。うん、この黒いのもチコなのかな。うん、さあセーブしますか。セーブしましょう。はい、ってな感じで、まあ一つ目のドアが開いたんで、まずはそこに行ってみようかな。はい、行ってみよう。ウィー。さあここはなんてところ。うん、もしお休みしたいときはプラスを押しましょう。セーブしてやめるを押すと冒険を記録してお休みすることができます。操作に迷ったときはマイナスを押しましょう。基本的な操作や特別なアクションを確認することができます。はい、ここは何のどこなんだろうって言う前に説明の看板でしたね。はい、では入っていきましょう。さあここ入りますと、よくぞ参られました。ここが私たちがドームと呼んでいるところ。さまざまなギャラクシーを見ることができる、いわば目の役割を果たす場所でございます。ギャラクシーへはこの者が案内いたします。変身したらスターキャプチャーを星アイコンで狙って A を押してくだされ。アイコンを見失ったら R でリセットできますぞ。携帯モードなら画面を直接タッチしてくだされ。はい、ってことで、おー、なるほど。とりあえずここポイントし A またはタッチ OK。 タッチするとこんな感じで、はい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 、これでいけるようになるんだね。うん、ここに現れた星々、これがこのドームから見えるギャラクシーというわけでございます。星に書かれた数字は天文台からの距離、その星にたどり着くのに必要な力を表します。ほうほうほう。パワースターを救い力を結集することでより遠い星へ行くことができるのです。なるほど。ひとまず、僕今1個、スターを持っているので、この一つ目のギャラクシーに行くことができるってことですね。ということで、ギャラクシーを発見しました。行きましょう。 OK、エッグプラネットギャラクシー。ここにはスターが3つ取れるのかな。はい、では入っていきましょう。最も近いこのギャラクシーでパワースターが観測されたようですな。うーむ、どうやら悪の気で満ちているようです。どうかお気をつけて。わかりました。ではこのギャラクシーに飛んでいきましょう。 GO。さあこっからいよいよマリオの旅が始まりますよと。ではエッグプラネットギャラクシー、1つ目、卵の星のディノパックン。さあ集めていきましょう。おー、はい、ということで、あ、この卵にディノパックンが入ってるのかな。さあでは行きましょう。 Welcome to the Galaxy! Let's go! さあ、ここなんですけれども、ここの家に入れたりするのかな。読む、あ、いていていてて待て待て、ダメージ食らっちゃった。あ、いていていて、待て待て、しっかり倒して、で、コインをゲットすると、はい、ライフも回復できるみたいですね。安心安心と。で、読む、うん、延々に留守、ご用の方は裏の土管からどうぞ、ということで、裏の土管と言いますと、こっち、いや違うんですね、こっち側に来れるんですね、不思議。ってことで、スターピースも集めてこの土管入っていきましょう。ここ入りますと、さあ中に入れました。うん、でこっから壁に登ることはできないけれども、はい、この、はい、矢印の橋を渡ると、なぜかびっくり、はい、壁も、はい、こうやって歩くより歩くことができるようになると。お、さあ音楽を奏でていく。トゥル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 。さあどんどん、これ音符、音符なんていうんだろう、音符ピースなのかな、はい、地下の BGM ですね。さあこれを全部取ると1アップが出ました。さあ今のうちに1アップゲットしたい。 OK、 これでゲット、やったぜ。さあマリオの奇数もどんどん集めていかないとね。さあここ入っていきます。さあ入りますと、ここはどこだ。お、さっきの家のとこじゃないかな。うん、
もし疲れて天文台に帰りたかったらプラスを押しましょう。天文台に帰るを選ぶと帰ることができます。スターピースは持って帰れないから注意。あくまでもスターピースはクリアしないと持って帰れないってことですね。でここにも土管があるね。この土管入ってみる？入ります。さあ入ると、お、裏側に来れました。なるほど、んじゃあそこのハテナブロック叩いて、お、スターピースがめっちゃ出るね。オッケー、叩いて叩いて、さあさあスターピース集めて集めて、んじゃあこっち側から階段登って、よいしょ、待って待って、うわ危ない、よし、しっかりジャンプで倒していく。さあこっち左側かな。さあここはくるっと回ってオッケー。さあここ回ったけどこっち側じゃなさそう。反対、おお、なるほど。でもそう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 、引力が働くからマリオが落ちることはないんだよね。でじゃあこっち、待って、あ、クリボーさんいるね。待って待って、そっちに行くためには、あ、こっから行けばいいのか。はい、ではこっから行きます。そうすると、はい、クリボーさんのところに来れました。あ、違う違う違う、くるっと回って、よしよしよし、くるっと回って蹴っ飛ばす。オッケー。さあまたここ、ん、なんだ、はい、離す。この先に仲間が、急いで早く、おお、はい、振って振って、はい、次の星へ行きましょう。はい、到着。じゃあこれで今度はまたピースを集めていけばいいかなと。オッケーオッケー。おっと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 、この沼はマリオさん歩くの遅くなっちゃうから要注意だね。よし、で、はい、3つ集めた。その残り2つ、おっとっと、ダメダメダメ、あー痛いでもこの岩ね、こう壊せるんですよ確か。そう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 、この赤いところが弱点なんで、ここで回ったりすると倒すことができるんだね。さあじゃあここも、えい、よーし、いいねいいね。さあもう1ピースありましたね。見つけた見つけた、それをゲットしちゃって、はい、全て集めましたよと。さあまた新しい、スターリングが出たので、そこから次の星へゴー。そうするとまた次のとこに来れました。さあ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 、待って待って待って、なんかちっちゃいのがまとまりついてるさあこれで、おお、スターピースがいっぱい出た。どういうことだどういうことだ、よいしょ、待って待って、危ねー、吐かないで吐かないで、よし、で、パックもいるから倒すと、おお、なんか出たね。これはくるくる回っていくと、はい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 、次のところに来れましたよと。さあ次は、お、また岩が回ってる、よいしょ、壊しておきましょう。さあ、うーん、またなんか周りについてる、えい、よし、壊しちゃって壊しちゃって、でこっちこっちこっち行っちゃう。 OKOKOK、 気をつけて、さあ岩に当たらないように。さあこん中入っちゃえばいいかな。こっちが、違う違う、こん中岩出るんだ入ろうとしちゃった。さあパックンがいるけど、伸び伸びパックン違うな。さあ今のうちにアタックだ、よーし。さあそうすると、あ、またツタが伸びたね。 OK、 このツタに乗っていけばいいんでしょう。はい、くるくる回ってくるくる回って、さあまた次の星。さあ今度の星は、なんか下にいるな。これなんだなんだ、おー出てきた出てきた、おー、めっちゃスターピースくれるいい人だ、ありがとうありがとう。オッケー、スターピース集めて集めて、さあ裏側はなんだ、お、どんどん登れるようになってるっぽいね。さあ登っていきましょう。おっと待ってね、はい、オッケー。さあ次ここも待って、よし倒す、はい、ここも倒す、オッケー。そしてここにスターリングが、はい、入ってますね。ではまた次の星へ。さあそうすると、おお、スターピース集めて、さあカメラアングルが変わる、お、ついに来ましたよ卵のところ。大丈夫、今ちょっと殻壊しちゃったけど、なんか動き始めた動き始めた。さあ、お、なんか尻尾みたいのがあるね。じゃあこの尻尾を攻撃してみましょう。そうするとドーン、あー殻割れちゃった。さあその中から出てきた出てきた、あたたたたたたた、早い早い、意外と早いぞ。さあ逃げて逃げて逃げるけれども、でもまだ子供っぽいな、赤ちゃんっぽいから大丈夫そう生まれたばっかだもんね。さあこれで痛そうだなさあ怒った怒った、逃げて逃げて、
さあしっかりぐるっと回ってか回って、わーわーわー、早いぞ、危ない危ない危ない。さあ回り込んでもう一回尻尾、いやちょっと尻尾にたどり着かない。尻尾を攻撃、よっしゃー、オッケー。いやまだかまだか、ちょ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 、待って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 、これ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 、あ届かない届かない、よいしょ、まだかまだか、ちょっと待って待って、なんかパックン疲れてない？よいしょ、当たるか、いや当たんないな、意外と当たんない、よいしょ、ちょ意外と逃げ足早いな、一歩一歩が大きいなね、よいしょ当たった、ナイス、やったぜ。生まれてきたばっかなのにごめんね。さあこれでスターが出てきました、ゲットしちゃいましょう、オッケー。さあこれでスターゲットだぜ、やりー。さあこれでスターの数が2つになったので、また新しいところに行けるようになったってことなのかな。はい、エッグプラットギャラクシー、卵の星のディノパックンのスターを手に入れた、ありがとうございます。ベストスコア更新、14枚スターピースを持ち帰った、いっぱい持ち帰ってきたね。うん、はい、セーブしましょう。はい、 OK ですね、セーブしました。ギャラクシーで目にするキラキラした星くず、お気づきですかな、あれはスターピースと言いまして、我々チコの好物、いわば力の源です。ジョイコンを画面に向け、ポイント、星マークでポイントをして取ったり、星マークで狙って相手を ZR で打つこともできます。直接画面をタッチしても集められますぞ。ということでこれはある分だけどんどん集めていきましょうかね。うん、試しに私を狙ってスターピースをいただけませんかな。 OK、 じゃあここで集めてスターピースで、あ、クソチャーセンス、当てる当てる当てる。なんか痛そうだけどな。うむ、お見事、これは授業料としていただいておきます。敵に当てるもよし、お腹を空かすチコにお裾分けしてお礼をしてもらうもよし、スターピースは必ずやあなたの冒険の手助けとなるでしょう。はい、ご説明ありがとうございます。ということでスターが2つになったので、これでまた、はい、行けるところが、あ、まだ増えないか、ここに行くためにはスターが3つ必要なんだね。だからあと1つ集めるとこの新しいところに行けるようになると。 OK です。ということで、今回はここまでにして、この続きはまた次回にしていきたいと思います。はい、ということでこんな感じで、マリオギャラクシー、完全、攻略するまで、しっかり楽しんで、いきたいと思っておりますので、ぜひ、チャンネル登録してない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。また高評価ボタンも押していただけると嬉しいです。はい、コードでした。また次回の動画でお会いしましょう。ではまたね、グッバイちゃーん。